修法学院へようこそ。本日は文庫系でありますだらりの帯の、だらりの文庫っていうのをレッスンしてまいりたいと存じます。小さいお子様とか若いお嬢様、また京都では、だらりの帯っていうのは有名でございます。では早速まいります。手先を 50センチ取ります。でよくわからなかったら、この帯の幅が30センチですから、30センチ測って30センチ、今日の、50センチのところにクリップをしてたらわかりやすいと思います。でこのクリップしてるところを50センチを相手の背中心に合わせまして、ここで後ろ板ですね、後ろ板を入れまして、あと、下に帯がつきませんように腕にかけまして、帯をつけていきます。一結びいたします。でここで斜めに斜めに折りまして、手先を上に一結びいたします。ここで3つに折りまして、一度クリップで留めます。できるだけ、真ん中の方ですね、ここの二山ひだを取りますけど、その時は中の芯が二重になってる方がしっかりとなりますので、中に芯を持ちながら、2つに折りまして、ここの真ん中で二山作ります。これを下ろしまして、上を下ろしまして、ここのちょっと見にくいですけど、ここの帯の中にこれを入れ込んでしまいます。それでちょっと落ちると思いましたら、このようなハンドタオルをちょっと入れて、このように持ち上げたら崩れることがないので便利です。そしてこれを入れた後に、この帯枕の、ハマグリといいますけど、大きい方の帯枕ですね、これを
しっかりと閉めます。まだ形は整ってませんけど、このような形にここがなります。その上にこの帯揚げをかけます。帯揚げはもう何度もレッスンしてまいりましたと。一文字で。耳を中に入れまして、でこの時点で両方が整ってなければ、ここでモデルさん、あとは表情を作りますけど、モデルさんの右側の方からこれを内側の方に持っていきまして、左の方が上になりますように表情を整えます。交差するぐらいでちょうどいい感じで、これで出来上がりでございます。帯締めはされてもしなくてもお好みに応じて結構でございます。誰でもがご存知の、京都の舞妓さんのだらりの帯でございます。小さなお子様とか、若いお嬢様にも振袖に、とても素敵に結べる帯結びでございます。だらりの文庫と申します。チャレンジしてみてください。意外と、簡単にすぐにお出来になると存じます。最後までご視聴ありがとうございました。